さくらちゃん、サスケまで。ここで何してんだ？私が呼んだんだよ。任務に決まってるだろ。そっか、サスケ。俺の真実見せたくてうずうずしてたんだってばよ。おめえもこれからだな。さあ、どうだかな。術は見せびらかすもんじゃないぞ。 任務がうまくいって使わずに済むのが一番だ。それじゃあつまんねえってばよ。ナルト、すみません、おかげさま。それで任務というのは？里から総督なりところに金山があるな。掘り出した鉱石は2として運ばれるが、当然そこを盗賊が狙ってくるわけだ。宝石を無事運び終えるまでの道中を お前たち3人で護衛してもらう。難しくはなさそうだな。情報が誤っていたり、お前たちが間違いをしない限りはな。では準備を整えて門の外に集合し出発しろ。
あんたが思ってるより強いわよ。びっくりした。行くぞ。行くぞ。OK。こっちよ。行くぞ。任せろ。チャンネル
木の里に頼んどいた護衛の人だね。来てくれてよかった。どうしたんだ？何があったんだってばよ。訳がわからん。突然大きな音がして一瞬で行動が崩れたんだ。この大岩が塞いでて中の者たちが出られない。大勢の仲間がいるんだ。早く出してやらないと息が詰まって死んじまう。わかった、任せろ。そうよね、サスケ君の千鳥なら岩を砕けるわ。サスケ君大丈夫、俺がやるってばよ。何なんだあの術は。すごい術でしたな。あれはなんとお礼を言っていいか。皆の命の恩人です。へへへ、いいってばよ。金が奪われた。なんてことだ。行動の事故は目くらましか。そんな目くらまし、忍者様が来てくれなかったらどんだけ死人が出ていたか。そうだな、敵は人の命なんざ何とも思っちゃいない。貧しい村だったから借金して開いた鉱山なんだ。やっと鉱石を売って借金を返せるはずが、荷が戻らなければ鉱山ばかりか家まで型に取られちまう。何か見た人はいないの？敵がどっちに行ったか手がかりは？うん、荷がなくなっているのに気づいた頃に白い服のよそ者があっちの森に走っていくのを見た者がおります。心配すんなって、絶対金は取り返してやっからよ。もうダメかと思ったよ。なんで出会いがないんだろう。行くぞ。シャリンガン。面倒なことになる前に始末をつけた方がいい。葵様に遅れると伝えろ、ムビ。
やはり無比の間抜けには足止めも満足にできなかったか。無能なんだよ。何を？それが仲間に言うことかよ。思い出したぞ、六将葵だな。木の葉を裏切った抜け人だ。二代目火影の伝説の宝剣を盗み、天隠れの里に走った極悪人だ。よく知ってるな。そういうお前はシャリンガンの持ち主、ウチハ一族最後の生き残り、ウチハサスケだな。金は返してもらうぞ。それと一緒に宝剣もだ。どうかな。本当は急ぐんだが、金を運ばなくてはならないしな。しかしシャリンガンを見られるこんな機会を逃すのは惜しい。聞くところによれば、里の名門ウチハ一族の中で生き残ったのは一番出来の悪いやつだった。貴様、後悔させてやれ。夢の剣、俺の千鳥をやすやすと貫いた。確かにウチハの面汚しだ。てめえ許さねえぞ。美しき友情か。感動的なほど馬鹿らしい。他人のために戦うのは愚かで弱いものだけだ。違う！人は誰かのためにこそ強くなれんだ！サスケの千鳥で刀に傷がついたのが見えたから、そこを狙って螺旋丸をぶつけてやったんだよ。そしたら刀が折れて、そんで勝負がついたっつうわけ。金の鉱石の荷はどうなった？邪魔するアメ人がいなくなったんで、ちゃんと運べるようになったってばよ。それならよかった。お前の術は鉱山で評判になってるそうだぞ。しかし三人がかりで葵一人にやられかけたというのは感心しないね。この人手不足の時に、里で最も優秀な若い忍者がまた病院に逆戻りだしな。でもサスケは大丈夫なんだろ？よくなるよな。
ああ、少し休めば良くなるだろう。よかった。俺、これから見舞いに行くってばよ。砂の忍びと戦った時、サスケくんが助けてくれたんでしょ？助けたのはナルトだよ。確かにウチハの面汚しだ。螺旋弾！お前は弱い。憎しみが足りないからだ。そんなことでは俺を倒せない。反撃をシャリンガン。強車輪が兄さんじゃない。どうしちゃったんだよ。お前のことを愛していたとでも。お前が望むような兄を演じ続けてきたのはお前の器を確かめるため、それだけだ。違う違う。お前はさらなるシャリンガン、万華鏡シャリンガンを開眼しうる数少ない者の一人。ただしそれには条件がある。最も親しい友を殺すことだ。俺のようにな。そんな。真の力を得たくば万華鏡を開眼するのみ俺を倒す唯一の方法だ。いつか俺と同じ目を持って俺の前に来い。俺への憎しみが満ちた時にな。おい、そんなに睨むことねえだろ。俺と今から戦え。爪で様の治療を受けたばっかりなのに。ずっと俺と戦いたかったんだ。戦ってやるよ。それとも怖いのか。どうしちゃったの？ナルトも何か言いなさいよ。いいぜ。ずっと戦いたいと思ってたんだ。じゃあついてこい。さっさと来い。その前に額当てをしろ。いらねえよ。お前は俺の額に傷一つつけることすらできやしない。違う。これは忍びとして対等に戦う証だって言ってんだよ。てめえと俺が対等だと思ってんのか。ああ、俺は一度もお前に劣ってると思ったことはねえよ。目障りなんだよ。それはお前が弱いままだからだろうが、サスケちゃんよ。
負けねえ。 こんなとこで何やってんの。喧嘩にしちゃちょいやりすぎでしょうよ。君たち一体何があったんだ。さっきの千鳥、仲間に向ける大きさじゃなかったが、ナルトを殺す気だったのか。ライバルなんですよ、二人がアカデミーの頃からずっとね。今のナルトは誰からよりもただサスケに認めてもらいたいんです。その一方でサスケはナルトの成長スピードを感じて、自分は成長していないと思い込んでしまっている。それにイタチとの再会が彼を焦らせたんでしょう。ちと焦りすぎかもしれんの。いい傾向じゃねえな。説教でもしてやるかの。ではナルトをお任せします。私はサスケを。サスケ、復讐なんてやめとけ。復讐を口にした奴の末路はろくなもんじゃない。たとえ成功したとしても残るのは虚しさだけだ。知ったふうなこと。なんならあんたの一番大事な人間を殺してやろうか。あんたが言ったことがどれほどずれてるか実感できるぜ。そいつを試すには遅すぎたな。俺の大事な人たちならもうみんな殺されてる。ま、俺もお前もラッキーな方じゃない。それは確かだ。だが俺にもお前にももう大切な仲間が見つかっただろう。まあいい、説教は終わりだ。俺の言ってることがずれてるかどうか考えろ。
里のものじゃないな。何の用だ。さっきの見てたぜ。負けそうだったじゃねえか。あんな奴を倒せないようじゃ、うちはサスケも地に落ちたもんだな。お前には関係ねえ。力が必要なんだろ。手に入れる方法を教えてやる。お前から教わる気はない。復讐したくないのか、イタチに。それともおじけづいたか。すると思ってんのか。言わせておけば。分かってるはずだ。こんなクズみたいな里にいてもお前は弱くなるばかりだ。強くはなれねえ。会ってほしい奴らがいる。競技場で待ってる。真の力のことを知りたければ来い。オロチマル様の言う通りだな。怪我してるが、あいつは確かに強い。当たり前だろ、バカ。オロチマル様が間違えるとでも思ったのかよ。これじゃあ、キミマロの方が良かったぜ。自分で確かめろ。こっちに向かってるはずだ。おい、待ち合わせの相手はお前らだ。おう、そうぜ。Yeah!
スが何で欲しいのかね、オロチマルさんも。オロチマル、なるほど、そういうことか。誘引の力は気に入ったか。だが使いすぎぜよ、コントロールもできねえじゃねえか。一緒に来ればオロチマル様が力をくれる。こんなクズみてえな里にいても、お前は今のまま波の人間止まりだ。お前の目的は何だ、こんな生ぬるい里で仲間と傷を舐め合って。忘れるのかよ、ウチハイたちのことを。目的を忘れたらダメぜよ。こんな弱えやつ、あんまりぐずるとこうしたくなるぜ。答えはやつももう分かってるぜよ。別れの挨拶でもするんだな、俺らは森で待ってるぜよ。いつも私に何一つ話してくれないの。言う必要があるのか、いちいち俺に構うな。私嫌われてばっかりだね。初めてチームが決まった時も怒られたよね。チームを組んだ日にうざいって言われた。覚えてないな。そうだよね、ずいぶん前のことだもんね。でもあの日から始まったんだよ、サスケ君と私、それにナルトにカカシ先生、一緒だったよね。いても楽しかった。サスケ君のお兄さんのことは知ってる、一族のことも。でもサスケ君、復讐なんて誰も幸せにできない。サスケ君も、それに私も。やっぱりな、俺はお前たちとは違う。お前たちとは相入れない道にいる。一緒にいられると思ったこともあったが、俺は復讐のために生きてきた。俺はお前やナルトのようにはなれない。お願いサスケ君、一人にならないで、行かないで。またここからそれぞれ新しい道が始まるだけだ。私と一緒にいてくれるなら絶対後悔させない。毎日楽しくするし、絶対幸せになるはずだから。じゃなきゃ私にとっては孤独と同じ。お願いサスケ君、お願いだから行かないで。それがダメなら一緒に連れてって。変わらないな。
やっぱりお前うざいよ。行くなら私大声出してでも。さくら、ありがとう。人間。うちやサスケ、待ってたぜ。どうだっていい。行くぞ。そうはいかねえんだよ。まずは試験を受けてもらわなきゃな。試験だと？
オロチマル様はお前のことを高く買ってらっしゃる。お前をリーダーとして据えたいと思うほどにな。だが誰彼構わずリーダーを譲る気はねえぜ。戦って俺たちに勝ってみろ。4人全員にだ。悪いが、リーダーなんてもんに興味はない。いいから、オロチマルのところへ案内しろ。分かってねえみてえだな。お前には選択の余地なんかねえんだよ。今までのご無礼をお許しください。あなたの強さはオロチマル様のおっしゃる通りでした。そんなことはどうだっていい。行くぞ。行く前に、実はオロチマル様から仰せつかった大切なことが一つあります。あなたに一度死んでもらわなきゃなりません。一度死ぬだと？あなたの呪因レベルは状態1。呪因の力を増幅させ、状態2に覚醒させる丸薬を飲んでもらいます。状態2を手に入れれば、あなたは我々と同等の力を手に入れることができる。だが呪因に力を与えたことによって、体への侵食スピードは急激に上がる。急激な変化によってあなたはすぐにでも死ぬでしょう。死んだらその後はどうなる？我々の結界忍術で副作用を抑え込みます。永久の死から仮死状態へと段階を和らげるのです。仮死状態にするというお前らのその結界忍術とやらは信用できるのか？本来俺たちはオロチマル様の護衛役ぜよ。結界や防御忍術、呪因、封印術ならお手の物ぜよ。ご自身で判断を。ですが、この後に及んでやめるとは言わないでしょうね。
俺はまだ死ぬわけにはいかない。どうあっても。二人に任務がある。任務ってどんな？昨夜遅くに内葉佐助がこの葉隠れの里を抜けた。ほぼ間違いなくオロチマルの元へ向かっている。そんな、なんで佐助が里を抜けたってわかんだよ。誘拐とかそんなじゃねえのかよ。目撃者がいる。さくらだ。近丸、中人としての初任務をやってもらうぞ。サスケはこの里で最も優秀な若い忍者の一人だ。敵の手に渡すわけにはいかない。ナルトと、あとお前が優秀だと思うものを集めるだけ集めて、すぐに里を出ろ。じゃあサスケを連れ戻すだけっすか？大して難しい任務でもなさそうっすね。俺は想像以上に厄介だぞ。サスケがオロチマルの手の者によって護衛されている可能性が高い。めんどくせえことになりやがって。奴らはもう先へ進んでいる。一刻も早く出発するんだ。いいか、俺は残りのメンバーを集めてくる。お前は急いで支度しろ。門に集合だ。おめえか。必要なものは全て揃ったか？じゃあ行くぜ。敵は多分俺らに気づいてる。つまり奴らに先手を取られやすいってことだ。二人は先導偵察員として敵のトラップを解除してくれ。ゲジマユ、手術が終わったばかりじゃん。まさか一緒に？いえ、ナルト君、ほかげ様にダメだと言われました。でも見送りをするだけなら、君たちが留守の間に修行をするつもりです。次の任務のために。ああ、さて、時間をロスしちまった。急ぐぞ。待って、ナルト。私の一生のお願い、サスケ君を、サスケ君を連れ戻して。さくらちゃんはサスケが大好きだからな。ナルト、心配すんなって。サスケは俺が絶対連れて帰る。一生の約束だってばよ。
木の葉ででっけえ花火あげたらしい。
サスケも見当たらねえ。他は先に行ってて、こいつは足止めってわけか。二人を助けねえと行くってばよ。ナルト、待て。ただ突っ込むだけじゃダメだ。それじゃ奴の思うツボだ。それに何か様子がおかしい。近まる。そいつはおとりだ。後ろ。遅い。もうちょっとで騙されるとこだったな。しかしそのまま罠にはまるとは惨めなもんだぞ。サスケはどこだ。あいつに何をした。先へ行った。お前らには絶対追いつけねえ。俺が倒しちまうんだからな。俺がお前だったらそこまで断言はしねえぜ。中人族、こいつらの隊長というわけか。いずれにしてもクズだろうがな。隊長もバカなら下っ端もカスってわけだ。てめえ、言わせておけばよくも。よくもなんだ。カスどもの集まり、バカな隊長とカスの集まりだろう。黙れ。てめえはこの俺が。ナルト、こいつは僕がやる。けどジョージ、本当にお前一人で大丈夫なのか。やってやる。僕にはとっておきのあれがある。もしこのままサスケを見失えば、僕たちはあいつの言う通りバカな隊長とただのカスどもになっちまう。絶対後から追いつけよ、長次。いいな。チームにも必ず一人クズがいる。いざという時には真っ先に捨て駒扱いがお決まりだ。そいつは大抵デブなノルマの役目だ。お前のことだよ。カスどもの集まりの中でもお前は一番の下っ端野郎ってこと。僕が。おめえはすげえ強え。大丈夫だってばよ。長次、俺らは呼ばれただけだぜ。これはお前の任務だろ。
お前が指示出せよ。やったじゃねえか、ジョージ。そんなことで僕が騙せるとでも思ったのか。お前がそうだからって僕もそうだとは限らないぞ。残ると決めたのは僕自身だ。お前を倒せると思ったからそうしたんだ。だから絶対倒してやる。もう僕には信じてくれる仲間がいる。ごめん、僕行けないや。俺は先で休んでる。そいつはいいぜ。これで長司も追いつける。しかまる、さっき長司が飲んだあの丸薬、あれは。ああ、飛躍三色の丸薬だ。何があっても赤いやつだけは手をつけんじゃねえぞ。使うと激痛が伴うらしいよ。赤いやつは死ぬかもしれないって。大丈夫だ、ナルト。何度も言うようだけどよ、長司は誰よりも強い。
雲爽快。この糸何でできている？吸着してくる。落ち着け、落ち着くんだ。何か方法があるはずだ。ちょろいもんぜ。お前ら4人でどうやってジロボを倒したか知らねえが、俺を突破するのは無理だ。そうかよ、やってみろってばよ。の影分身か。案外やるじゃねえか。だが仲間はまだ捕まったままぜよ。おめえなんか一人で十分だ。サスケはどこだ。俺の仲間と先に行ってる。奴は木の葉の里を自ら抜けたんだ。たとえお前らが追いついたって連れ戻せるわけねえぜよ。ふん、お前友達の意味を分かってねえみてえだな。オロチマルみたいな奴のところへサスケを黙ってやるわけにはいかねえんだよ。ナルト、時間稼ぎ助かったぞ。どうやら俺にしかやりようがないようだ。行け、俺がやる。だがこいつはさっきのデブより強いらしいぜ。関係ない。こんなところで止まっていてはサスケに追いつけなくなる。そしてナルト。なんだ。お前は俺よりいい目を持ってる。サスケは今闇の中にいる。サスケ行け、後で会おう。ジョージと一緒に必ず追いつけよ。ああ、ネジ絶対追いついてこいよ。お前の動きは見切った。何でダメだ。やるよ。お前の動きは見切った。なんか楽しめたぜよ。最後は予想通りだったかな。やつは俺よりもはるかに強い。ナルト、お前ならどうする？運命ってのは誰にも変えられねえことなのかよ。だったら違うってばよ。落ちこぼれって言われた俺が今はこうしてお前に勝った。絶対諦めなかったからだ。お前だって変われる。俺と違って落ちこぼれなんかじゃねえ、天才なんだから。まだ生きてやがんのか。これ以上ジタバタすんじゃねえぜよ。諦めてさっさと死ね。ダメだ、俺は絶対に諦めない。なかなか楽しいゲームだったぜよ。だがそろそろ本気で行くぜ。にゃっ
計64勝8勝16勝22勝14勝なぜだ即死のはずだなぜ生きているお前は今まで戦った敵の中で一番強いだが今までに戦った中で最も強い奴が俺にこう言ってくれた。お前は俺と違って俺は常に天才と呼ばれてきた。だから負けるわけにはいかない。凡庄な俺を天才と信じている。あいつらのためにもな。どうだかな、おめえも死にそうじゃねえかよ。みんな、あとは頼んだぞ。まだサスケ君はまだなの？もう限界です、オロチマル様。なんとか手を打たなければ。いいえ、サスケ君じゃなきゃダメなのよ。どれだけ待ったと思ってるの？緊急を要します。今すぐに何とかしなければ全てを失うことになりますよ。全てを？ご安心を、オロチマル様。用意はしてあります。君マロを送り出す気ね。彼はオロチマル様を崇拝しています。あなたのためなら命だって捧げるでしょう。僕が彼を強制する必要などありませんよ。カブット、あの体で送り出すなんて、お前本当に嫌な性格してるわね。なんだ、サスケといる敵はあと二人だ。急げば追いつくぜ。おい、もたもたすんなってばよ。行くぜ。はともかく、機動丸は何してやがんだ。遅えぞ、あのゲス野郎。あいつは何かと遊ぶ癖があるからな。どいつか面白いやつを見つけたか。ムカつくタコ野郎だぜ。待て、何か来る。なんでお前が。キバ、敵は今どこだ？すぐ前方にいる。だがヤバいことになったぜ。3人目の敵が合流してる。新しいやつだ。じゃあ相手も3人ってことだろ。3対3でちょうどいいってばよ。行くぞ。Ha!
なんかおかしいぞ。戻ったぜ。
なんだって？奴らバラバラに分かれたらしいぜ。どいつがサスケと一緒かは分からねえ。オロチマルの領地が近くなってきたぜ。もう時間がねえ。奴ら俺たちを分散させる気だな。気に入らねえな。ああ、気に入らねえぜ。一対一で奴らと対等に戦えるか。けどサスケを探すのは必死だ。どうする？ナルト、お前は新しい奴を追え。多分サスケはそいつと一緒だ。サスケに里へ帰るよう説得できる確率が最も高いのはお前だからな。分かった。キバと俺はそれぞれ残りの奴らを追う。分かってるさ。それに俺らはあいつらには負けやしねえ。よし、じゃあ行くぜ。俺らを追うのに仲間と別れたらしいな。いいぜ、相手は一人の方がやりやすい。今のは痛かっただろう。今のは痛かっただろう。これで終わりだ。二人だと？おとりか。考えやがったな。今のは痛かっただろう。
微笑ましいじゃねえか。まだ仲間をかばうのか。でももう手遅れだぜ。二人とも死ぬんだからな。止まれ。何があっても守ってやる。何か別のやつだ。あいつは一体。仲間と別れやがったのか。バカが。クソチビ一人に追わせて何になる。サスケ一人のために何人の隊員を犠牲にするつもりだ。こうなった場合、敵にさらわれた一人の命より、隊の仲間4人の命を尊重するのが定石だしな。けどよ、さらわれた仲間を見捨てちまうような輩は俺の隊には一人もいなかった。最初のトラブルが起きたとき、仲間二人を見捨てたような奴らには、仲間ってもんがどんなもんかわかんねえだろうけどな。クソ野郎が、その言葉、思い知らせてやるぜ。最初のトラブルが起きたとき、仲間を見捨てたと言ったが、てめえはどうなんだよ。タイガー4を進めるために隊員を一人ずつ犠牲にしてきたんだろうが。そしてしまいにゃ、タイをバラバラにして追っかけっこかよ。この脳なし隊長が。こんだけ仲間を犠牲にして、サスケも奪還できねえとな。仲間がどんどん削られていくのはどうにも不安でよ。自分の判断が本当に正しいのかどうかも分かんなかった。だがな、犠牲になったなんて思っちゃいねえ。あいつらが死んだなんて思っちゃいねえんだよ。あいつらをバカにしたら
ただじゃおかねえぜ。来る可能性なんてな、まず 100% ないだろうな。何か策を。黙りやがれ。
そろそろ姿を現すだろう。夢の器？なんだよそれ。オロチマル様はすでに不死の術を手にしている。と言っても肉体がそのまま保ち続けるわけではない。体が朽ちる前に強く新しい肉体を魂の器にするのだ。それがサスケだってのか。ああそうだ。ダメだ、そんなこと俺がさせるか。影分身の術。ほう、ゴミが随分と散らかったな。うせえ、ぶっ潰してやる。順調に回復しているようだな。気分はどうだ？会長、完璧です。ここから訓練所まで100往復だって行けそうです。お前の気持ちまでは萎えなかったようだな。このまま順調に行けば明日には軽い修行を始めてもいいぞ。軽くだぞリード、あまり無茶はするなよ。おかげさま。なんだ？ナルト君から何か連絡は？サスケ君は？まだだ。だがお前が心配する必要はない。あいつらが戻り次第連絡する。怪我さえしなければ一緒に行けたのに。ガーラ君との試合で怪我さえしなければ。次の試合はコノハ隠れの里ロックリーに対し砂隠れの里ガーラ。この体術にかなうはずありません。
カマルたちのことも心配だ。砂の国からすでに援護を呼んである。ガーラを含む精鋭軍を派遣してくれるそうだ。ガーラ君が援護ですって、ダメです。
ここを倒したければちゃんと見ててください。そんなことよりナルト君、サスケ君を、さくらさんに約束したでしょう。約束は守ってください。この人は僕が倒します。ダッ
天下の舞。骨を操るのが僕の血系限界。かぐや一族に受け継がれた血の能力だ。今はこの僕だけが有する。かぐや一族、聞いたことがあります。何年も前の戦いで一族もろとも滅びたと。生存者はいなかったはずです。僕だけが生き延びた。そしてオロチマル様に拾われたんだ。救ってくださったんだ。その時から僕はもう一人ではなくなった。今度は僕がサスケを連れていく。せめてもの恩返しに。恩返し？オロチマルは僕の里を破壊しようとしたんですよ。三代目も殺された。奴はただの殺戮者です。サスケ、どこだ？ナルト、私の一生のお願い、サスケ君を、サスケ君を連れ戻して。おいサスケ、戻ってこい。みんな心配してんだぞ。もしこのままサスケを見失えば、僕たちはあいつの言う通りバカな隊長とただのカスどもになっちまう。分かってる。それにあいつらには負けやしねえだろ。さくらさんに約束したでしょう。約束は守ってください。サスケ、聞いてんのか？戻ってこい。みんな命がけでお前を追ってきたんだぞ。何笑ってんだよ。お前は俺よりいい目を持ってる。サスケは今闇の中にいる。サスケを助けられるのはお前だけだ。ネジ、おめえの言った通りだった。サスケ、力ずくでも連れ戻す。また俺
今度はお前か。さくらにも言ったが、俺は木の葉の里を捨てた。もう俺に構う。知ってんだぞ。オロチマルのところへ行くんだろ。奴の目的を知ってんのか。お前の体を入れ物として欲しがってる。そんなことはどうでもいい。俺の目的が達成できればそれでいい。お前にはわかんねえだろうがな。わかってるってばよ。知ってるミスミス、お前の命を無駄にできっか。命を無駄にだ。そいつは仲間とつるんで平和ボケしていた時のことだ。お前らに頼りすぎて俺もすっかり弱くなった。だからオロチマルのところへ行った。奴に力をくれる。生きて帰れねえかもしれねえんだぞ。行かせるかよ。じゃあ仕方ねえよ。だからこそ今ここにこうしているんだ。お前は最も親しい友に。お前はさらなるシャリンガン、万華鏡シャリンガンを開眼し得る数少ない者の一人。ただしそれには条件がある。最も親しい友を殺すこと。俺のように友になった。だったらなんで。だからこそお前には倒す価値が。わかんねえよ。なんかわかんねえけど、俺を倒すってのは本気みてえだな。Thank you.
の手足を折ってでも止めてやら戦ってやる、対等にな。だがお前は俺の額に傷一つつけることすらできやしない。シャリンガン、あんたを倒す。だが、あんたのようにはならない。遅かったか。
みんなは？傷は深いが、命に別状はないよ。よかった。どうやら任務失敗のようだね。タイのみんなが重傷を負い、ウチハ・サスケも連れ戻せなかった。ねえ、これで分かりました。俺は忍びには向いてねえ。この腰抜けが！お前が辞めても任務は続く。仲間はまた別の隊長のもと出動するだけだ。そこでそいつらは死ぬかもしれない。だが、もしもその時隊長がお前だったら、死なずに済むかもしれない。今回のことを反省して、経験を生かして学ぶことだ。諦めるか、経験を次に生かすのか、よく考えるんだな。みんな生きて帰ってきた、それが何よりだ。何よその格好。あんたのことだから、また無茶したんでしょ。いつか大怪我するんじゃないかと思ってたわよ。っていうか、任務があるたびにいつもこうなんだから。ごめん、さくらちゃん。なんであんたが謝るのよ。俺、約束は絶対守る。一生の約束だって言ったのにな。いいのよ、ナルト。俺、まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だからよ。ありがとう。よう、お前に大事なことを伝えに来た。あまりいい話じゃないがの。なんだってばよ、サスケのことか。いや、もっと悪い話だ。暁のことだ。お前は奴らの標的になっとる。奴らが次お前を狙ってくるのは3年先。それまでにお前は迎え撃つ準備をせにゃならん。これからわしの正式な弟子として3年間でお前を一人前に育てる。ちんたら修行してる暇なんてねえってばよ。すぐにでもサスケを追わねえとオロチマルに殺されちまう。そのことなんだがの、ある意味お前らの任務は成功だったとも言える。どうやらオロチマルはサスケを待ちきれず転生したらしい。少なくとも3年以上の間を空けなければ次の体に転生はできない。本当か？3年？よかった。そんなら修行が終わった後でサスケを連れ戻しに行けるってばよ。サスケのことはもう忘れろ。奴は己から選んでいったんだ。そのために修行をつけてやるわけでもねえ。エロ仙人には何でもねえかもしれねえけど、俺にとってはあいつは友達なんだよ。サスケは絶対助ける。よし、退院したら覚悟しとけの、この大バカもんが。な、さくらちゃん、絶対にサスケを連れ戻すってばよ。